なんだ。おう、クソか。なんだと。よう。やれやれ。いいよ。ああ。よっ。
いいぜ。マジ。いいだろう。何？やれやれ。なんだって？なんだ？なんだと？おい！くっそ！お。やった！
私がやってやるよ。仕方ねえ。いいだろ。嘘だろ。そうだな。おお。いいだろ。やばいぜ。ふざけるな。この野郎。おい。何？もう。そうだな。な。なんだって？もう。ほう。さらばだ。くだらないことに巻き込まれたぜ。施設の中ってのはどうも息が詰まって仕方がねえ。外で活動する方が俺の性に合ってんな。
なんだ。いいぞ。まったく。よう、バーダック。次はカナッサ星なんだって。ああ、しかも満月のタイミングなんだろ。サイヤ人にとっては最高のタイミングだよな。羨ましいよ。俺も一緒に暴れたいところだ。へっ、暴れるのは戦闘員の特権だぜ。おせえぞ。いつも遅刻するのはお前の方じゃねえか。準備はできてるのかい。バッチリだ。お前さんの食料も入れておいたからな。よし、それじゃ出発するか。おい、バーダック。ん？ちょっとこっちへ来い。行ってこいよ。チッ、これからだって時に。何事だ。さあな。というわけで、ついさっき細かな生態調査が終わってな。残念ながら戦闘力はいまいちだが、間違いなくお前の息子だ。髪型がそっくりだぞ。くだらねえ、そんなことのために呼び出したのかよ。おい、会っていかんのか。俺にそんな暇はねえんだよ。これから楽しい仕事なんでな。なんてやつだ。何の話だったんだ。ガキが生まれたってよ。おい、さっさと出発するぞ。いや、しかしバーダック、せっかくなら会ってきたらどうだ。遅れるやつは置いてくからな。やれやれ。仕方ねえな。行くか。なんだ隕石か。分からん。
ここがカナッサ星か。ちんけな星だ。満月まで少し時間あるな。そんじゃ本番前に体を温めとこうぜ。ちょうどお迎えも来たようだしな。おーおー、集まってきやがった。二手に分かれるぞ。俺とセリパはバーダックにつく。なんだよ、俺一人でやらせろよ。お前はやり始めたら周りが見えなくなりがちだからな。だから俺たちもついていく。チッ。ってことは俺とトテッポか。ああ、てめえもだ。調子に乗りすぎんなよ。どこから狙うかい。ひとまず町に近づいて様子を探ってみるとするか。ああ、よし、いいかてめえら、やるからには徹底的にだ。暴れっぞ。おいよ。ここの奴らはどれぐらい強いかな。ま、あまり期待はできそうにないが。春丸来たんだ。少しは楽しませてくれねえとな。少しは楽しませてくれよ。やった。
行く。この程度か。俺たちの敵じゃなかったな。つけたぜ。ダッ！ホッ！セラトス！
さて、早速調べてみるか。ああ。町にはかなりの数がいるみたいだね。そのようだな。じゃあ、その町をぶっ潰しちまえばおしまいだな。それは間違いないけど、さすがにこの人数は大変だよ。町の周りにもいくつかまとまった反応がある。おそらく奴らの拠点か何かだろう。そこから狙っていくのが得策かもな。拠点を襲ったら町にいる奴らをおびき寄せられるかもしれないしね。回りくどいな。まあそういうな。満月までまだ時間がある。ゆっくりやろうぜ。チッ。拠点から狙う。バダック、お前がどうしてもすぐに町に突っ込みたいならそれでもいいぜ。おう。そうだな。いいぜ。おう。おう。ああ。パンブーキンとトテップでも歯が立たなかったやつか。どんなやつなのか楽しみだね。サイヤ人の恐ろしさ思い知らせてやろうぜ。
あ、教えてやるよ。それで私がやるよ。グレイブ・バレット私がやってやるよ。勝利だ。強いと言っても所詮はカナッサ星人だったな。すぐに片付いちまった。ま、順調に進行できるのはいいことだろ。でもどうせならもっと強いやつと戦いたいよ。せっかく今夜は満月なんだしさ。
残念だ。拠点がありそうだ。どれぐらい集まってるか楽しみだな。クズか。なんだお前ら。怪しい奴らだな。もしかしてさっきの爆発音は。だったら何だってんだ。さっさとお仲間を呼んだ方が身のためだぜ。侵略者が来たぞ。力を貸してくれ。バカどもが集まってきやがったぜ。それじゃ行くよ。貴様らの好きにはさせない。じゃあ頑張って抵抗しろ。どうせ無駄だけどさ。よし、もっと頑張んねえと俺が全部潰すぞ。何言ってんだ。こっちのセリフだよ。なるか。仕事熱心な仲間を持って俺は幸せだ。なんだよ、分かってんのか。本心だよ。うわっ、ダメだ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 。You
ちの恨みここで晴らしてくれる。その威勢の良さ褒めてやるで。あいつが悪くってね。ここは片付いたね。塔にまだ残党がいるかもしれんな。壊しとくかい。ああ、くらえくらえくらえ。よし、次に行くか。こっちは100倒したぜ。そっちは数なんて数えてねえよ。だがこっちもかなりの量を片付けたはずだ。このままだと大猿になる前に終わっちまうかもしれねえな。おいおい、それはないぜ。大猿に乗ってめちゃくちゃに暴れるのが楽しいんだからよ。だったらはしゃぎすぎないことだ。楽しみは取っとけ。ちっ、仕方ねえ。少しだ
け手加減してやるか。チャンス。これ最後だ。やったなバーダック。近くに奴らが集まってる場所がありそうだ。そこを狙おう。なんだ貴様らは。今から消えてなくなるてめえらに名乗る必要はねえ。まずい、敵襲だ。増援を頼む。どうやら町からも集まってきているようだな。作戦通りだね。それじゃ、人は。目の前の奴らから潰していくわ。負けるんじゃねえぞ。てめえがな。その一撃を受けろ。私がやってやるよ。帰り討ちにしてくれよ。むしろ寝るもんならやってみな。突き落ちを見せてやる。これでこの辺の掃除は済んだね。塔も忘れずに壊しておくか。ああ、はい。かろうじて生きてたやつも今のでくさばったはずだ。念には念を入れてな。思わぬ収穫もあったね。雑魚がたんまりと。今回の狩りは楽しめそうじゃないか。ちんたらしてっとてめえの出番はなくなっちまうぜ。この俺がほとんどぶっ倒しちまうからな。私に喧嘩売ってんのか。おい、仲間同士で獲物の奪い合いはするなよ。慌てるんじゃないよ。ただの戯れだ。お前たちここに何てめらをぶっ怪しい宇宙船が来たという連絡があったが、貴様らのことだったのか。早く助けを呼んだ方がいいんじゃない。心配せんでも、すでに町には報告済みだ。そうかい、そりゃありがたいね。それじゃあ始めっぞ。うん。こういうこった必ずここを守るぞ。あなた星人を甘く見るなよ。そんなことで
が一撃を受けろ。どうした、もうおしめか。こいつらの強さは何だ。これでおしめだね。もう少し楽しみたかったぜ。これで町にいるやつはかなり減ったはずだ。おい、こっちは宝のよ。この前にここの塔も壊しとこうよ。回り込んで挟み撃だ。そらそらそら。興奮して話を聞きやがらねえ。Yes! Yes! 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 Yes
よしろ。
その拠点の近くだ。全員ぶっ倒してやるぜ。
クズか。お前たち、さっきから暴れ回っているようだが、この町には決して手出しはさせん。生きがってんのも今のうちだぜ。相手が悪かったね。容赦しないよ。皆の者、金させを守るのだ。おお。さて、一仕事するか。ああ、好きにはさせん。必ずこの星を守る。やってみな。やった。なんでこんなことをするんだ。そんなことしてどうするんだよ。おしらっと。とっておきを見せてやる。
派手に。この星を守ってみせる。イエスハウス。フレイムブレット。イエス。私がやってやるよ。イエスハウス。少しはいい運動になったね。俺はまだまだ暴れ足りねえな。結局大猿にならずにほとんど片付いちまったな。でもまだ生き残りがちらほらいるみたいだよ。満月まではまだ少し時間があるな。それじゃ夜になるまで残ってる奴らと遊んでようかね。バドク、時間だ。おう。てめえら仕上げだ。ちっちゃてめえが油断したからだよ。しかしバーダックよ、息子の誕生祝いにしちゃちょいと派手にやりすぎちまったな。息子の誕生祝いだと？くだらねえ冗談だ。この星も片付いたことだし、惑星ベジータに帰って会ってきたらどうなんだ。何の見どころもねえ最下級兵士のクソガキにわざわざ会いに行くバカがいるか。どうにでもしろと言っておくよ。ふん、そうかい。いやしかしフリーザ様には感謝しなくちゃな。毎度毎度俺たちはよく使ってくださるぜ。だがなんだってフリーザ様こんなチンケな星を欲しがってらっしゃるんだ。なんでもな、このカナッサ星には変な超能力を身につけられるエネルギーがあるって噂があってな。そんな噂を信じてるのかどうなのか、フリーズ様は前々から手に入れようと考えていたらしいぜ。
な、俺も油断してたぜ。聞け、わしは今お前に未来を予知できる幻の剣を放った。お前ら一族の行く末が見えてくるはずだ。未来を予知の、何を言ってやがんだ。言っておくが、お前らには呪われた未来しかないぞ。我が一族と同じように滅び去るのみなのだ。その未来の姿を見てせいぜい苦しむがいい。笑わせるぜ。俺たち無敵のサイヤ人が何を見て苦しむと言ってんだ。ったくのう、バーダック。バーダック、おい、バーダック、しっかりしろ、バーダック。なんだ、おいおい、どうしたんだ、バーダック。フリーザ様、たった今カナッサ星を占領したという報告が入りました。ほう、予定より1ヶ月ほど早く手に入れることができました。誰なんだ、そのカナッサ星を攻め落としたって野郎は。名もないサイヤ人の下級戦士どもだ。サイヤ人、最近の奴らはよく働きやがるな。確かに目覚ましいものがある。特にフリーザ様が目をかけていらっしゃるあの王子のベジータなどはとてもガキとは思えない戦闘力だしな。それだけではない、一人一人では大したことない奴らも徒党を組むととてつもない力を発揮するようなのだ。へっ、お前何を怯えているんだ。いや、私はただこのままサイヤ人を放っておいてはかなり面倒なことになると思ってな。いつまたベジータのような奴が現れるかもしれんし、もしそんな奴らに徒党を組まれた時には目障りになるというわけですね。は、はい。どうなんだ、奴は。肉体的には全く問題ないが、脳波に少し異常が。仕方ねえ。今回はバーダックを置いていくことにしよう。俺はどうしちまったんだ。なんだこれは。言っておくが、お前らには呪われた未来しかないぞ。我が一族と同じように滅び去るのみなのだ。その未来の姿を見てせいぜい苦しむがいい。バーダック、目覚めたのか。待ってろ、今カプセルを開ける。
何だったんだ、さっきのは。夢にしては少し違った。嫌に現実味があるような。星の爆発、青い星に向かうポット、それにあのガキは。つっ、バカバカしい。うなされていたが大丈夫なのか。てめえらと出来が違うんだよ、出来が。それよりトーマたちはどうした。フリーザ様のご命令で惑星ミートに出かけていった。何？チキショ、俺を仲間外れにしやがって。惑星ミートか、すぐ近くだな。よし。おい、バーダック。未来の姿を見てて、せいぜい苦しむがいい。カカロット。チッ、戦闘力たったの2か、クズが。惑星ミートにさっさと行かねえと、トーマたちに全部片付けられちまう。そうはさせねえ。